はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。本日はスペースゼロ、はい、スペースゼロに来ております。まあちょっとね、その前に説明すべきことがきっとあるんだろうけどね。そうなの。くぐるりちゃんです。はい、初めまして。Z1 ゲーミングのくがるりが今日はちょっと来てくれたということで、あおみんさんがプロデュースしてるっていう、はい、強いやつ。強い。よろしくお願いします。01ゲーム部です。よろしくお願いします。というわけでですね、はい、まあ、今日は、舞台ニケの、ゲネに来させていただいたということです。ニケなんだ。そうだよ、ニケだ。あ、ニケです。え、勝利の女神ニケなんだ。ニケ。あ、まあ、あの計2個だからニケだ。そう、そう、ね、まあ、一応やってます。ニケ周りの友達に結構なガチ勢何人かいます。はいはいはい、結構ガチ勢いるよね。なんかやっぱ可愛い女の子キャラが多いから、それきっかけで初めてコスプレしたいなって。はい、なんか周りもレイヤーさんもすごい流行ってるから気になったんだけど、まさかの舞台化ということで、はい、今回しかも01の子がちょいちょい出てますね。5人、真島、真島、青山、夏目、伊織、はるかりさ、はるかりさちゃん、あと篠崎心ちゃんとかね。心ちゃん好き。わかる。一発ショート。わかる。本日ゲネリハ見させていただきたいと思います。ちょっとどこまで動画撮れるかわかんないんで、ちょっと軽い動画になっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあそんな感じです。皆さん劇場でぜひ、はい、もう終わってるかもしれない。確かに。じゃできる限り早く上げます。はい、はい、ということで行ってみましょう。はい、並んでくれ、並んでくれ。めっちゃ面白かった。でも本当に本当、なんかね、みんななんか役それぞれすごく合ってた、みんなもうその方がじゃん。そう、しかもさ、ゲームやったことあったから、あと3周年で会場終了です。本当に好きだ。本当に面白かった。ありがとうございます。いっぱいいた、いっぱいいた。最後までね、頑張って先週行きましょう。怪我なく、怪我なく、ね、確かにね、段差とか結構多いし、でも安心しよう。なってたから、あの本当に怖いけど、はい、ながら頑張りますね。毒がつくままで、きっとあっという間だね。でも、うん、そうなの。頑張ってな。はい、では集合。お疲れ様でした。はい、はい、ということで、ニケ・ザ・ステージ感激し終わりました。
ったね。最後まで素晴らしい作品でしたね、本当に。40分ぐらいで行けましたこれ。そうだよね。咳ひどすぎた、ね、あまりにもたまに咳がちょっとね聞こえてた。でもすごかった。40分は楽しいんだよ。いや、マドキが初演技初舞台とは思えないぐらい上手だった。頑張ってた、すごく。めっちゃかっこよかった。かっこよかった。やっぱなんか真島やっぱ上手いなと思っちゃう。ナオミ最初のもう出てきた時からの存在感すごかったし、ね、かる。やっぱね、いろんなの出てるのもあるけど、なんだろう、近い、あと一般のイメージにめちゃくちゃ近かった。みんなすごく役がぴったりだなって思った、ね、すごかったです。クガルリどうだった？アクションがすごかった。なんかみんな細いのにあんな動いてすごいって思いながら、すごかったです。頑張ってるね。頑張ってますね。頑張ってる。あんだけみんなあの衣装で動くって大変だよね。なんか武器もあってさ、今日限定だから、でもきっともっと、ね、明日までにね、良くなって、もっと良くなってるんだろうね。大変だったね。ちょっとまた2件のゲームを続けようと思いました。そうですね、なんか、はい、ゲームやったことなかったから、こんなになんか悲しい物語が、そう、最初のあの話がマジで悲しいんだよね。いや、俺ちなみに泣いてました。え、私泣きかけたのはあそこ。それこそイオちゃん。うん。記憶。そう、記憶が、三原の記憶があって。真島のここではない。あそこはもう分かってるからまだ乗り越えた。はいはい。俺真島のここが最後の記憶なんで。いや、これファンの人はね、たまらない。たまらん。あと思った以上に近くてお尻が見えます。はい、思ってる以上に近い。はい、全部詰め合わせみたいな、ね、すごかった。楽しかったね。ゲームやりたくなりました。やってください。私もコスプレしよう。ぜひ。ということで、はい、今回は池の舞台を見てきました。皆さんもぜひ、行かれる皆さんも楽しんでください。コメントと登録